ヘーダーモスクセビラバドの部分であった。1901年にはその地方に農園が87個だけあった。そして1907年にはその地方でのロシアの村の数が13だった。1913年に木綿洗浄装置が一つあった。製造会社製粉書が2つ施行された。アゼルバイジャンがロシアに戻ってきてから1920年5月1日にペトロパブロブスクは サリアンガザの革命委員会の局地的な電源臓器になった。1921年5月1日から1929年4月8日まで、セビラバド地方はサリアンのペトルパブロブスク地区として捜査した。1929年4月8日に、第6全アゼルバイジャンソ連会議の決定により、ペトルパブロブスクの無眼区域と呼ばれた。九百三十年八月八日に、 中央執行委員会476号の代案の後で、畜生度が廃止になってペトロパブロブスクは自由な地方になった。ほとんど1年間後の1931年10月7日に、ペトロパブロブスクはアゼルバイジャンの中央執行委員会の命令で、私たちの古文での公の議票の流祖のアゼルバイジャンの大きい詩人のミルザー・ラクバー、サビールという名前をもらった。 ゲートウェイオスアーバイジョンアーカイブと2004年11月15日、アットアーカイブ、イズ。ありがとうございます。